3分でわかるかもしれない第8装甲師団解説が始まる前にシリーズ8回目にしてこのシリーズの目的を。このシリーズはアホみたいに時間がかかる他シリーズが上がるまでの時間稼ぎが目的。なので師団の大まかな進軍ルートを載せるだけで他の情報はほぼないよ。ただリクエストがあった場合しっかりとした解説を作ろうと思うので概要欄のツイッターランドにクソリプを送ってね。ちなみにゆっくりは忙しいので8月までこのシリーズ以外あげない予定だよ。悲しいね。緩和9代、第8装甲師団はポーランドがこの世から消えた後、軽戦車を主軸とした軽師団があまり有用でなかったため、4つの軽師団が装甲師団に改編され、その際に第8装甲師団も編成された。改編内容としては戦車連隊が増えたり騎兵が消えたりとより戦車師団らしくなった。そんな師団が初陣を迎えたのは西方戦役。第1装甲軍の一員として道路工事を遂行させ、フランス領内を踏み荒らし連合国軍をダンケルクに追い詰めたり、フランス第1軍と第7軍を壊滅させたりしていた。フランスの本土がなぜかアフリカに移行した後、きな臭くなったバルカン半島の有事に備えるためハンガリー領内に駐在。予想通りユーゴスラビアが反旗を翻したのでこれを引き潰し海戦2週間後にはサラエボまで進軍。ユーゴがバラバラに分割された後師団はオストプロイセンのインスターブルクに向かった。どうして東に向かう必要があるんですか？東方生存圏の時間がオラーってことでソ連に侵入し1日で70キロを進軍。これなら余裕だな。師団は引き続き目標であるレニングラードへ向け北進。ちなみに先ほどから気になってる方がいるだろうが、なんでドイツ軍解説なのにソ連戦車がいいんだよ。ソースはどうなってんだソースはと。実はこれらの重戦車は7月5日にオストロフにテロ隠したもの。基本の各戦車は博物館か試験場に送られるが、詳細は不明ながらも一両のカーベイが第8装甲師団によって前線で使用されたことがわかっている。この動画のサムネが当該車両である。な話はさておきレニングラードを包囲しその東のチピンを占領したまではよかったが、100キロもの戦線を第8装甲師団が防衛するって正気か。幸いソ連がこの方面では攻撃してこなかったものの南の戦線を食い破り、一部の集団が包囲され、その中にこのチャンネルで解説したホルムも含まれていた。これを受け師団はホルムの会議に参加し友軍を救出、その後はしばらくホルム南方で防衛に努めていた。42年の冬、スモレンスク北方100キロに位置するエリーキへ、ルーキにて約2万のドイツ兵が包囲された。そして余計なことに誰かさんがこの都市を要塞都市宣言し、包囲下の軍による突破を禁止した。しかし当初ドイツ軍は前年にホルムとデミアンスクにて成功を収めていたため、楽観的であった。あのスターリングラードで米軍集団の30万人の将兵が包囲されているんですけど大丈夫ですかね？結果から言うと会議は失敗、第8装甲師団は1000人以上もの死傷者を出し、市内まで4キロの地点までたどり着けたがそこまでであった。数個の小集団を助け出せたものの守備隊の大半は降伏した。師団は41年冬からほぼまともな補給を受けていないのでここで後方へ送られ、再編成された。その後師団はしばらくパルチザンの掃討に従事。クルスクに対する攻撃が発動されるとこれに従事しその後オリョール防衛にも参加。マンシュタイン元帥のおかげもあり戦線は一時安定したが即座にソ連軍が攻撃を仕掛け、キエフなどを失ったこともあり師団はポーランドまでの後退を余儀なくされた。この際キエフ西方400キロのブロディで数師団が包囲され、現地で再編成を行ってた師団が即座に反撃するが、これも失敗しそのまま後退、44年末にはハンガリーはブダペストにて交戦していた。その後チェコに撤退したことから包囲下にはいなかったと考えられる。しかし師団の命運はここで尽きることとなる、一時奇跡的に赤軍の進軍を止めることができたが、4月初めにプラハ東方200キロのウルミョツにて師団は完全に壊滅。わずかな生き残りがブルノまで敗走し、アメリカ軍に降伏した。ということで今回はここまで。さようなら。